たらまずいもんとかあるんですかね。どうだろう。気にしてもらえばいいか。大丈夫。パワーレコード町田店様にお邪魔しております。おお、やーばーやーばー、これはやばいですね。ありがとうございます。すげー、これはちょっとですね、最高ですね。僕も死ぬほど宣伝します、まあ、死なないですけどマジか。これはでも本当普通に嬉しいですね。え、これどこに置いてくれるんですか。ちょっとまだ配置はまだ取ってないです。はいはいはい、場所は一番のこう一番でかいところ。マジですか。握手とかできないご時世みたいなね。ちょっとどんな感じか店内の様子も一緒に回らせてもらって教えてもらおうと思います。これも、はい、ワンフロアで、ワンフロアで様々なジャンルを回移動することなくね見れる安い店舗なんですが、その店舗の入ってすぐ、はい、入ってすぐ右手の方に、ここはなんと古賀さんが作る城、そして今はプレイライトレーベルのウキンポ&トカジパレードを見てください。この大展開。他の CD とか買いに行った方とかも、これなんだって言って一瞬見ますもんね、絶対。これはもう町田でブイブイ言わせてますよっていうタワーレコード、町田かけるゲコ&トカジパレード。これ俺の宣伝してるのかゲコの宣伝してるのかわからん感じになりますが、まあというか、まあ、タワレコード町田店さんはこういうね、この音楽を広めようとしてくださる小川さんがおられますので、そしてもちろん逆にこれきっかけで入ってきたけど、他に同じようにね違うジャンルでこう展開されている CD や DVD もありますので、よかったらね、今密になりませんし、かけながらねいろんなとこ見てもらえたら嬉しいなと思います。今回はノーマチダノーライフっていう作品で、ネゲコアンドマットとトガヤタアレブさんとコラボしてネコンテストをしております。まあ、今後もプレイヤーさんと協力していろんな施策をやっていきたいと思いますので、マチダ展を見て、プレイヤーとレベルさん、応援の方をしていただいたらありがたいと思います。ということで、じゃあ僕のねアルバムバーミリオン2月24日発売になります。タレコード町田線さん、いろいろ始まりますので要チェックでよろしくお願いします。ありがとうございました。そしてタワーレコード町田店で洋楽担当をやっております古賀と申します。この度は辻本義弘さんバーミリオンリリースおめでとうございます。とても素晴らしい作品になっております。この度、プレイライトレーベルさんとの協力により、こちらの等身大パネルの方を作成しております。ぜひ店頭にお越しいただいてご覧になってください。